はい、こんにちは、みーちゃんです。ゆきちゃんです。今日も始めます。ですね、今日島村行ってきました。はい、島村ですね、今日もお買い物に行ってきてしまいました。もう毎週のように毎週大好き島村にすっかり行ってます。楽しいですね。毎回行っても新しいもの出るので本当に楽しいです。今日は、ですね、大創業祭ということで、また第2弾の大創業祭ですね。いろんなアイテムが出ておりました。はい、それではですね、買ってきたもの見ていきましょう。ちょっとゆきちゃんがまた今日もうるさいです。何かやっているとかまってちゃんですね。かまってかまってと泣いております。ですね、まず1点目、じゃじゃーんじゃじゃーん、こちらのボーダーの、フレンチスリーブですね。フレンチスリーブの T シャツです。なんだっけ、今日また別の方で名前忘れちゃった、私の大好きで言っていいの後で入れときます。商品も出てたんですが、やっぱり可愛らしいんですね。それもすごい悩んだんですが、これすごい着たらすごい生地がちょっとポコポコとした、生地がね、ちょっと凹凸感のある素材なんですけれども、そして柄が細かい柄だったので、私たちの年代にはちょっと嬉しいかなと。あんまりこう大きいボーダー、ちょっとね、まあ私もボーダー好きでいっぱい持ってるんですが、こちらのボーダーで襟もあんまり開かなくて可愛かったので、こちらですね、購入してきました。ですね、こちらの方が、シーズンリーズンの商品です。こちらですね、シーズンリーズンの商品です。でこちらシーズンリーズンっていうのは宝島社の女性雑誌とリンネルですね、見えますか、ちょっとぼやけちゃった、リンネルとインレッドがプロデュースをするライフスタイルブランドですということで、暮らしを彩る心地よい服とおしゃれな雑貨たちをお届けしますということです。で素材の方が、ポリエステルが 65%、綿が 35% です。別布、別布って多分ここの部分かな、この裏地のここの部分ですね、ステッチに使っている部分がポリエステル 100% です。でお値段の方が税込みで1089円、 SR リップル、BD フレンチ T シャツ青白 L サイズです。こちらを購入してきました。見えますかね、ちょっとこう凹凸感がある感じで、とっても着たら着やすかったんです。すごい着やすくて、透けもそんなにしないかな、透けもしないので、ベージュのブラと1枚で着ても OK かなっていう感じですかね。なのですごいサラッとして着やすかったです。で脇に、こういう風にスリットが入っております。まあ、上にカーディガンを着てもいいし、いろいろボーダーって使えますよね。ちょっと大人コーデにもいいかななんて思い、こちら購入しました。そして、2点目ですね。どうしようか、スカートと悩んだんですが、あまりに可愛くてちょっと可愛らしい、大人コーデ、大人ワンピ目指してしまいました。こちら今日のチラシで載っていた、ワンピースですね。切り替えキャミワンピース、切り替えキャミワンピースで、下が、マーメイドラインになってます。こういう風にマーメイドラインですね。で後ろにリボン、後ろがリボンがついてます。リボンっていうか、まあ前にしてもいいとは思うんですが、リボンがついております。で前が V のデザインで、 V ね、ちょっと悩んだんですけど、でも胸がすっきり見えたので
あ、やっぱり買おうと思って可愛かったので購入してきました。色は、濃いグレーですね。濃いグレーの感じです。あと色違いが緑だったんですけど、さすがに緑はちょっとね着れなかったです。でこちらの商品の方が、あ、そして後ろがこういう風に裏の紐みたいに調整ができるようになってます。なので小さい方でも大丈夫かなと思います。そうですね、背が低い方でもいけると思います。ここで調節ができるので。そして、こちらの方が、HK ワークスロンドン、そして素材の方が、ポリエステルが38、麻が 30%、レーヨン 22%、綿が 10% です。まあ、やっぱりシワにはなりますね、麻とか綿が入ってますので。でこちらワンピースで税込み、1969円、 HKTLR 切り替えキャミ120中ハイ中ハイか中ハイです。でとっても可愛かったです。この切り替えとこのね裾の A ラインがとっても良かったです。なのであまりこうワンピースでも子供っぽくならなかったので、キャミワンピでも、ちょっと私でもいっちゃうぞと買ってしまいました。で両脇にポケットがあります。両脇ポケット、まあ、ポケットをねやっぱり皆さん欲しいのかな。で裏地はないです。裏地がないのでやっぱりちょっとこう透け感が結構浅で、生地がざっくりした感じのカラッとはしてるんですが、透け感があるのでやっぱり裏地ですね。ちょっと見えるかな、ちょっとこういう風に透け感はあります。なので中にやっぱり逆光とか入ると透けるので、ペチコートですねやっぱり必要かなと思います。もし気になる人はあとはあれですね、レギンスとかと合わせて履くかという感じですかね。でこちらの方がいつも見てますが、お洗濯、こちらは僕のままだったけど、あ、こちらも大丈夫でした。やっぱ島村さんどれも大丈夫ですね。40度ぬるま湯ですね。で手洗いですかね、こちらになっております。でうまく脱水して干す方法って、脱水方法をもう本当にほぼほぼ、40秒ぐらいとか短めに脱水して干すときに、もう結構重めでもいいんです。こうやってピッピッピッって干してパッてかけて干しとくと、綿麻なので乾く時間は早いです。なので長く 5,6 分かけてしまうと、こういう素材ってシワシワになっちゃう干すときシワシワになっちゃって、どうしよう、あとアイロンでと思うんですけど、アイロンかけるときも意外にそのシワシワって残ってしまうので、脱水の時に手洗いをした後、本当に短い時間脱水にしましょう。本当に10秒20秒でもいいぐらいです。結構濡れたままで構わないので、干す時にペッペッペッですね、ペッペッペッとやって干して、ペッペッペッとやって干すと、あまりシワが残らず、後でもしシワっぽかったらアイロンもかけやすいです。そちらみーちゃんワンポイントです。そしてですね、こちらに合わせて広告に載ってた中のTシャツとか同じく出していた、なんだろうな、チェック柄とかの、こうちょっと織の入った T シャツがあったんですが、それはやっぱりどうしても私が着るとおばちゃん感が半端なくそして襟が結構ね、襟がぐっと開いてたんですよ。やっぱり若い方のデザインだからかな。なのでちょっとやっぱり気になったので、襟の脇ね、1枚で着るのにはもうどうかなと思って、こちらの、ノースリーブでも、まあ、フレンチなので、ちょっとここら辺今着てる感じぐらいの袖ですかね。であとこの上にカーディガンを着てもいいかなと思い、こちらにしました。あとで試着してみますね。そしてもう1点、今日は3点購入しました。
バッグ、やっぱこれから夏用のカゴバッグが欲しくていろいろ見たんですけども、なんかピンとくるのがなくて、で最後にもう一回り行ってくるっと待っていたら、奥の方にこれがいたんです。これがいたんです。あのここが黒の部分と、私結構物を入れてしまうし、重さ、私の重いのが苦手なんですよ、結構重いのが。でカゴバッグって意外にもあのがっちり作ってるから重くて、これだと普段に本当に使えるなと思って、このステッチも黒で、また今日も大好きなナイキのスニーカーを履いていたんですが、スニーカーとワンピースとこのコーデ、すごい大人コーデな感じで、でも可愛かったのでこちら購入しました。でこちらですね、ちょっとこういう風にゴールドの可愛らしい、なんていうんだっけゴールドがついてます、飾りが。そしてここが黒の持ち手になっていて、下にもちゃんとこういう風にあの置いた時に汚れないようにポッチついてます。これもゴールドでちょっとさりげなく可愛いですよね。でここもゴールドで、前ポケットもちょっと何かさっと携帯とかね、ちょっとさっと入れてもいい感じのポケットで、中がですね、まず、金額ですね。こっちが、クロッシーです。クロッシーで、素材はポリエステル、ポリエチレン、綿です。ですね。中国製です。で、こちらが、値段隠れちゃってる。上に最初持って帰り、このままでいいですって言っちゃったから。1790円の税込みで1969円です。で、これがチャームですね。チャーム。かわいいチャームがついております。ゴールドでね、またちょっと高見えな感じです。で中がいっぱいポケットがあるんです。これ見て、もういっぱい入れる私にはもう嬉しいポケットがいっぱい。ここがファスナーになっていて、ここがねファスナーで、持ち手があとこう肩にかけれるショルダーになってます。ショルダーにもなってますね。トモ布っていうか布製のショルダーがついてます。そしてよいしょと、中がこういう風にファスナーになっていましてね、まずファスナーになっていて、こっちこっち両方が、あ、中がボーダーの面です。で中がこんな風に両脇が開いてます。でこのファスナーを開けると、でファスナーもちょっとこうゴールド使いで可愛いですよね。こっちの両脇もゴールド使い、大好きなゴールド使い。そしてここを開けますとですね、このお値段で、この中にもちゃんとファスナーがついてるんです。落としたら困る、ちょっとね鍵とかなんだろうな、いろんなものをちょっとこうしまえます。落としたら困るものね。でこれがファスナーになっています。そしてウィンとして、反対側がポケット、同じ大きさのポケットが、あ、一つが普通のポケットで、こっちがちょっと間違って、ちょっと厚みのものも入るようになって、ここに間違ありますね。厚みのものが入るようになってます。これ間違入ってます。でこれもここにいろんなものをガシャガシャ入れられちゃう。大きいとねガシャガシャ入れちゃうから本当はいけないでしょうけど散らかっちゃうんだよな、バッグの中が。でもやっぱりこのぐらいの大きさは欲しいかな。そしてここが、マグネット式になってます。ポチッとな、はい、もうじっとポチッとマグネットになっております。これね、ポチッと中身が見えないっていうのは嬉しいですよね。そしてカゴバッグだと大体ここがキュッて絞ったりする、あの巾着型なんですよね。あのめんどくさがりの私には巾着型結構ねあんまり入んないし荷物が多い私には。で形がちょっとここがくびれていてね、くびれていて可愛いんです。形がねコロンとした形、ちょっと丸みがあってこういう感じです。下がねちょっとこういう風に丸みがあるんですよ。大好き、こういう丸みのある形、可
可愛いですよね。こういう風に丸みがあってコロンとしたバッグになってます。で素材、ここは何だろうな、あのビニール変な話ビニール紐っぽい感じ、あの朝とかじゃないので汚れも気にならないかなと思います。まあ、2シーズンぐらいいけんじゃないかな2シーズンみんな持たない？もっと持つよねきっとね。2シーズンいけそうなデザインです。こんな感じです。はい、ではですね、あ、ゆきちゃん寝ちゃった。相手してくれないのにゆきちゃんが。はい、それではね、これから試着していきますので、ご覧ください。久しぶり登場、福ちゃんです。もくもく福ちゃんですはい、いかがでしたでしょうか。今日は、こちらですね、ワンピースを購入してみました。ちょっとね、女性らしいデザインで、ないですが、結構カジュアルと合わせても可愛かったかなと思います。あまりちょっとね、この間の月子さんと被るかもしれませんが、ちょっとラインがね、こちらはあのマーメイドラインでまた違いますので、こちらはこちらでちょっと大人っぽいコーデにしてみました。前でリボン結んでもいいですが、私ちょっとあまり似合わなかったので前結びはしませんでした。ですね、こんな感じで今日は購入してきました。いかがでしたでしょうか。そしてですね、たくさんの、お祝いのコメント、皆さん本当にありがとうございます。大変嬉しいです。ご応募もたくさんの方、
ありがとうございます。でまだの方はぜひ、チャンネル登録ポチッとな、押していただいて、欲しいようで結構ですので、まだまだご応募お待ちしておりますので、まだ見てない方という方は、ですね、グッズとあとは私が島村商品の T シャツを選んであげますよということで、こちらやっておりますので、ぜひ応募してみてください。で商品の方がもう一回見ますか。私が選ぶですね、商品で、選んだ方へプレゼントとして、いろんなサイズあると思いますので、その方に合ったサイズの T シャツを選ぶという企画になります。そしてこちらは、そのプレゼントと一緒に送る予定の布巾、エコバッグ、ハンケチハンカチになります。エコバッグの方が、コンビニサイズ、四角い感じですね。お弁当が入る大きさのエコバッグになっております。前にロゴが入ってとても可愛らしいエコバッグです。こういうふうにマチがついております。でお弁当が入る大きさですね、ちょっと広めなコンビニサイズになっております。でこんな感じ、とても可愛らしいバッグになっております。こちらも付属でプレゼントになっておりますので、皆さんまだまだ来週の水曜日まで大丈夫ですので、ぜひご応募ください。それとあとはですね、特別企画、みーちゃんと買い物に行こうという福島限定の、私と一緒に買い物に行きましょうというのをやっております。そちらの方もよかったら、ぜひ福島の方一緒に行ってみましょう。ぜひ応募ください。お待ちしてますあっちで餌の取り物しちゃってびっくりしちゃったゆきちゃんと福ちゃんはまだ仲良しじゃなくて喧嘩しておりますですね。こんな感じになります。で、お待ちしてます。そして今日はこんな感じでした。バイナラバイナラ、これ分かるでしょうか。バイナラ、懐かしいですねバイナラです。また、この次の動画もご覧ください。ありがとうございました。